どうも、しんごです。今回も俺たちの普通じゃない恋の始め方やっていきたいと思います。パート12ということで、前回の続きからになります。前回はですね、このね、現状ね、画面に出ています蛍先生がね、まあ自己紹介をしている最中ですよという形だったのでね、まあ今回その続きからになります。意外とね、あのおじさんみたいな趣味持ってましたよみたいな感じのとこからですね。何よ、女が酒飲みながら酒が食べたりタコ朝が好きじゃいけないっていうの？あの塩加減や食感が最高なのよ。あんたちも酒を飲みながらっていうのわかるわ。先生今度やってみなさいな。先生、あれ生徒未成年じゃなかった？あれアウトなんじゃないだよね。あれできねえよって。まあいいわ、好きな食べ物はスタミナ丼ね。スタミナ丼、ミミクをたんまりのせて食べるのがもう本当に最高ね。口に広がる香ばしい刺激、キツネがまだ食感をそそるわね。先生でもやっぱりスタミナ丼だけだと足りないから餃子を頼んで、そこにまたニンニク。先生、もうこっちはお腹いっぱいです。先生、せっかく美人で可愛いのに十分すぎるよ、通り越してもう最低なくらい台無しね先生。まあ趣味にね、口出すするあれはございませんのでね、もう何も言わない。シュネコは何も言わない。そうです先生、やはり女性なんですから、そういうことは隠すべきだと思います。先生だよ、女子生徒の指摘を受けて蛍先生は黙ってしまった。確かにあなたたちの言うことは正しいわ。でもね、それはこの学園の外の話よ。ここは恋愛推進学園都市、自由な恋愛や個人のアイデンティティ最大限に尊重し、お互いにお互いを否定せず、ありままでいることで円滑な恋愛、円滑な関係性を築いていく場所よ。そんな場所なのだから隠さなくてもいいのよ。いいえ、むしろ隠しても無駄よ、いずれバレるんだから。それで私も5回もからしに分からずやでんだからわー。先生、大の大人が泣き出してしまった。でもね、もうこれから隠さず、おやりくさい私でも、ここに高そうなよ。なんかかだな。幸せという、幸せの写真なんだ。どうしたどうした結婚幸せと言ってしまったぞ。どうした、大丈夫か。結婚という幸せのウェイウェイと私は合連するのよ。ウェイウェイ、泣き出したと思ったら、次はすがすがしい顔で宣言していた。それに花子を見なさい、あの猫耳している子。マイ。やばいんじゃね？何言われるんだ？にゃん。あの子なんて自分を犯さず表現しきってるじゃない。この学園に必要なのは愛情姿勢よ、姿勢。わかった？きっとあの子は彼氏ができるのが早いわよ。にゃーん、そうなるといいにゃんねー。あ。そう答えた後、前はしまったという顔をする。何言ってんの？自分自信を持っていいのよ。フィリノサさん？矛盾が、じゃあ矛盾ね。矛先がこっちに向いてしまったにゃん。大丈夫よ、フィリノサさん。あんただけじゃないわ。あなたの隣に座ってる早乙女さんだって
顔の色を染めたりしてるし、怖い怖い怖い。先生、何を言い出すの先生。あ、先生、これ、ギゲです。ギゲなんですよ。あら、ごめんなさいね。勘違いしてしまったわ。ゴン、とにかく、この学校では、どんどん自分を出していきなさい。それが、恋愛への、一番の近道よ。先生。と、ソダ先生は、クラスの生徒たちに向けて言う。助かったにゃー。災難だったな。でも先生が初めから飛ばしてくれたおかげでだいぶやりやすくなったにゃ。にゃぐぐぐぐぐぐ、どうした、まい。まあ今度また先生の恋愛失敗話やまた聞かせてあげるわ。そうなんで失敗話。実は先生はね、この学校の卒業生なのです。あれ、卒業生なの。まあ、まあひどいことは言わないでおこうね。だからもしデートとかでおすすめがあったらぜひ聞いてね。失敗談ともに聞かせてあげれば。失敗談ついていくんですか先生。おまけに失敗談、100人立つようなことを言われたのに、どうしてこの先生は最後にいらない一言をつけてしまうのだろう。いろいろ台無しな先生だった。私ばかり長々ことを話していても仕方ないわね。次はあなたたちにご紹介してもらおうかしら。自己紹介嫌だね。自己紹介聞いたら嫌だねがね、もうマスに来ますよ。じゃあ名前の順からにしようかしら。最初は天宮出してくね。天宮くんお願いね。もう自分をドファーンと出しちゃいいからね。どうすんだ、セーブしようか。わかりました。何言うんだ大輔、何言うんだ。俺はクラスの前まで移動し、少しだけ息を吸う。先生は自分を出しちゃっても良いと言っていたが、俺が人に紹介できるようなことなんてとりわけ考えつかなかった。まあそうだよね。そんなクラスの前でね、堂々と言えることを、まあある人はいいけどね、ない人は何言おうかなってなるよね。しまあ、死ねかな、思い、なんか言ったか。いや、もう覚えてないわ。気力がね、もうない。もう何言ったかも覚えてない。なんかもう、とにかくね、もう自己紹介が嫌すぎて覚えてないっていうね。はははは。まあ、今だったらね、まあ、趣味では手芸やってますぐらいは言えるか。嫌だな、それもなんか、言いたくないです。言いたくないです、やっぱり。先生のように趣味の線で行こうかと思うが、自分の趣味って何だろうと思ってしまう。中学の頃は自分の状態がひどかったので、何かに打ち込んでいたわけでもないし、やりたいこともなかったので、とりあえず勉強していた覚えしかない。あとは適当にご飯を食べたり、バラエティを見たり、まあ、好きなテレビ番組とか言ったらいいんじゃない。休日は前が押しかけてくるので、部屋の中でゲームしたり、動画を進めて二人で見たり、あらららら。そんな思い出しかないので、紹介できるものといえば、両親がいないので、バイトに打ち込んでお金を貯めていたいという心意気でしかない。それでも良いのだろうか。それとも適当にさっき思いついた限りでも言えばいいのだろうか。大輔、さあどうしよう。天宮くんどうしたの。天宮くん、あ、いえ、先生が自分を出してもいいって言ってたのでどうしようか考えていたところです。あまり気負わなくてもいいからね。軽く行きましょう。いけない。
両親が事故で亡くなって以来重く考えてしまう癖がある。え、そんな重大なことをなんで最初に言わなかったんだい？出して。うん、軽くでいいんだ。軽くで。あまりにも大好きと言います。趣味は家に帰ってテレビ見てバラエティを見たりすることです。エンド。いいじゃん、それでいいじゃん。いいよいいよ、えらい、えらいよ。おお、まだあるよ。これだけだと寂しいので、高校生になってからの心意気としてはバイトに打ち込んで少しでも自立する手助けになるよう頑張りたいと思っているところで、頑張りたいと思っていることです。どうぞ皆さんよろしくお願いします。あー、やばいのかけどね。みんな何か質問とかあるかな。あー、もうや、質問タイムも嫌だね。もう何に質問したらいい。